さあ、ワッキー貝山のファニーガチャスタートでございますよ。はい、このコーナーではガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個シャキーン、ガチャガチャの本を5冊シャキシャキーン書き上げております。私ワッキー貝山が女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーでございます。恐ろしいほど今日は薄着のみちかでございますね。よろしくお願いいたします。さあ今週もガチャガチャを回しましょうね。はい、これもうほんとファンシーで可愛いガチャガチャ用意しましたから ね、はい、ね、いい感じでもうがっつり回しましたよ。さあ出た、カプセル自体がもういちごやね、いちごのカプセルね、ピンクのいちご、どうぞね。あ、かわいい。これはこれはいいね、ファーストインプレッションだからいいね。よりいちごのうんドーナツに、そうそうそう、いちご乗せて、はいはいはい、リングになってる。そう、指輪、下がね、指輪はね、あの切れてますからね、あの大きさ関係なく太さが調節できる。そうそうそう、つけてつけて、でカメラに見せて。あら、かわいい。めんこいじゃない、これ、こんにゃく指輪でいいの？ん？あ？あ？ね、え、商品名がですね、バンダイのストロベリーリング全5種ということで、あのバンダイさんは結構カプセルレスっていうんですかね、カプセルトイって言いながらカプセルがなかったりとか、カプセル自体が商品だったり景品だったりというのが多くてですね、はい、もうバンダイ自体はガシャポンっていう名前を使って83年からですから今年で45周年、だからいろんなイベントをですね、あの予定しているようでございまして、はい、ね、なんかこういう可愛らしいのもあるといいですね。これカプセルも使えるじゃないですか、うん、後からカプセルだけで。そうなのよ、それさ、はい、ちょっとなんかすごい洗ってだよ、なんかいちごのアイスなんか入れてさ、冷凍庫に入れて食べるっていうのもあるよね。そう、容器自体がね、いちごだったりメロンだったりってね、はい、ファニーですね。ファニーでしょ、かわいい。これね、他にですけども、はい、まあ、カプセル自体はねピンクと真っ赤ないちごもあるんですけど、うん、 あ、 ね、はい、あとね、いちごタルト、はい、マカロン、かわいい、ミニチュアね、あといちご大福、はい、いちごショートに今当たったいちごドーナツね、はい、かわいい。いやー、ちょっとこれは集めたくなるんじゃないですか。ね、しかもですね、1回300円非常にリーズナブルでございますね、はい、はい、すげえ気に入ったみたいだね、はい、よかった、はい、内緒にしといて、はい、はい、バンダイストロベリーリング全5種、ゲット難易度星いくつですか？ゲット難易度は星1つです。出たばっかりで比較的いろんなところにあります、はい、まあ、特にあのガチャガチャ専門店に行けばね見つかると思いますんで。ただこういうめんこいのはね、ぜひゲットしていただき、早くなくなっちゃうしね。そう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 、またねホワイトデーのお返しにどうする。いいですね。ね、今またちょっと昭和とね、はい、違うからね、なんかバレンタインデーって女性から男性ってイメージありますけどね、ホワイトでも男性から女性ってありますけど、女性どうしてもいいですし。そうですよ ね、 ね、あといつも頑張ってるお母さんなんかもこういう小物好きだから、うん、ね、ぜひこのファニーなねリングをゲットしてプレゼントに使ってみてください。で今週はですね、バンダイのストロベリーリングということで、はい、全5種でございます、はい、このガチャガチャについてはですね、ワッキー貝山の YouTube のチャンネルの方でも紹介いたします。ぜひチャンネル登録、いいね、コメント待ってますよ。はい、お願いします。このコーナーでは取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。はい、何でもいいですよ、はい、こんなガチャガチャ回しましたよとかですね、もう何でもいいです、はい、メッセージ大歓迎でございます。ぜひお聞きの放送局 FM 山形マジフラワッキー貝山のファニーガチャのコーナーまで送ってください。さあ来週からもう3月ですわな、はい、3月はまたなんか素敵なファニーのガチャガチャ、はい、探っておきますのでお楽しみに。